巫女の姿がとっても可愛らしい。ありがとうございます。あのちょっと1回転していただきます。はい。これあの聞くのってど着るのはどのぐらい時間かかるものなんですか。いやでも10分15分とかですね。あの撮影の時はずっと自分たちで着ていたので、なんかそれで今日も久々になんかこう袖を通したなって感じ。何か気分は変わりました。そうですね、懐かしいですね。ちょっと1年前ぐらいのに撮影をしたので、その時のことすごい思い出しました。やっぱり雨が降ってたんですけど、雨止んだのはやっぱり晴れ女です。いかがですか、レッドカーペットを歩いてる。歩いてないで、なんか またこの同世代の4人っていうのがすごい楽しいと思うんですが、いかがでしたか。楽しいですね、なんかお祭りみたいで。ありがとうございます。これからも日本映画盛り上がっててください。ありがとうございます。すごいお綺麗ですね。いやいや、ありがとうございます。いかがですか、レッドカーペット。あのでもすごいずっと東京国際来たかったので、はい、今回初めてなので、はい、すごい嬉しいです。東京国際はずっと来てみたいとしましたんですね、はいはい、そうなんですね。これから今度は映画を上映するっていうのもまた特別な思いだと思いますね。今回の映画に関するあの思いっていうのはいかがですか。あでも大林さんとも初めてで、大林さんこうご体調もこう崩されたりとか、いろんなこうみんなの思いがあったので、今ちょっと完成してここ歩けてるっていうのは本当になんか感慨深いですね。とってもまゆさんとの共演いかがでしたか。はい、めちゃめちゃ楽しかったです。あの映画の中ではそんなにこう仲睦まじいというか、まあ、親友なんですけど女子ではあるなっていうシーンがすごくたくさんあって、女子あるある心を許してない感じ上辺でね、うん、上辺で。いかがですか、はい、今回レッドカーペットとか。本当にあの歴史のある貴重なところにこういうコンペティション部門っていう素晴らしいところで呼んでもらえて、うん、とても嬉しいですし、はい、本当にあの世界の女の子たちにも届くような本当普遍的な女の子のむずがゆさが描かれてると思いますので、ぜひあの女子のみんなにスカッとしてもらいたいなと思います。ありがとうございます。すごく楽しみにしてます。エッセイが、はい、あの映画になるというのはどういうお気持ちですか。あでも元々私の小説があんま映像に向いてないんじゃないかって思ってたぐらいだったので、本当に映画化されることもびっくりで、はい、あと、まあ、ゼゼ高久監督っていうすごい方に巨匠に撮っていただけたっていうのが本当に嬉しくて感激しております。またこの AV という世界のことを描いた作品で、はい、そしてあの、はい、マナさんご自身の人生だと思うんですが、はい、この映画でこのレッドカーペットに立つっていうのはどんな気分ですか。いやもうなんか思ってもみなかったことだったので、さっきもちょっと歩き方が分からなくてさっさと歩いていっちゃってあの怒られて引き戻されるっていうぐらいの本当不慣れ感なんですけれども、あの携わってて本当に嬉しいなって思います。本当に今日も素敵なドレスで、どんな何をコンセプトに選ばれたんですか今回。不安定なのもあったので、せっかく皆様来てくださるからなんか気持ちが上がるものになったらいいなと思って、あのスタイリストさんが素敵に着させていただきました。ありがとうございます。本当にいつも可愛くてお綺麗なんですけど、あのちょっと美の秘訣はどこにあるんですか。美の秘訣なんだろう、よく食べ、よく動くあとよく眠るよく寝てよく寝ます。いやでも本当にいつまでもお綺麗なプロスポーションで、いえいえとても女性としてはとってもあの羨ましいですが、いやそんなことないです。美乳をキープする秘訣を教えてください。これね、ちょっと寄せてあげただけでもこんな素敵なあの場にあのいらっしゃってていかがですか、レッドカーペットを歩かれた。あのすごく楽しいです今日はちょっと寒いですけど。